ペルソナ3ダンシングムーンナイト。どうもこんにちは、ライラと申します。今回から2018年にプレイステーション4ビーター2で発売されましたペルソナ3ダンシングムーンナイト、こちらの作品を遊んでいきます。よろしくお願いいたします。5のダンシングスターナイトは動画の方でプレイ済みなんですが、3の方は今回初プレイになります。先日ですね、無事に3のリロードの方で裏ボスの攻略までできましたので、ダウンロードコンテンツ含めまして、いいタイミングかなと思いますので、遊んでいこうかなと思います。よろしくお願いいたします。起きた。やっぱ動くね。ねえ、大丈夫？何起きた？ここはどこ？わかんねえ。目覚ましたらいきなりこれよ。とりあえずもう一回寝るか。はあ、あんたはずっと寝てれば。みんなもいるよ。なんか不思議な場所だけど。おかしいですよね。自分の部屋で寝てたはずなのに。私もです。目が覚めたら皆さんと一緒にここにいました。ほぼ全員だな。まさか敵中か。山岸、何か分かったか？シャドウの気配はありません。危険はなさそうだけど。え、ちょ、なんだ？レディースジェントルメン。盛り上がってきましたね。近い。お待ちしておりました皆様。ようこそベルベットルー。もとい、こちらはあまたの熱き魂たちがクンズホグレツ一夜限りのパッションを貪る奇跡のパラダイス。ようこそクラブベルベット。クラブベルベット。びっくりした。っていうか何、誰？小粋な登場の演出でございます。深い意味はございません。おお、小粋って自分に使う？てかすげえ美女。お前の知り合い？知ってる。せやになってる。お世話になってます。ちきしょう、お前いつの間に。ああ、でもってことは敵じゃねえってこと？で、そのお姉さんが俺らにどんなご用件すか？願ったり叶ったり。それでは問答無用で説明に入らせていただきます。なんか強引な人だな。大丈夫なんですか？私の姉やら妹やら諸々の事情によって、ただいまよりこの場にて
宴を催す運びとなりました。つきましては皆様にふるってご参加いただきたくお呼び立てした次第でございます。宴ってパーティー？お、なんか楽しそうじゃん。そういうの大歓迎よ。待て、イオリ、ただのパーティーではなさそうだな。それで我々にどうしろと？よくぞ聞いてくださいました。皆様には私のゲストとしてダンスを披露していただきたく存じます。ダンス？何だってですか？意味がわからない。なんでダンス？なーに、難しく考える必要はございません。いわば己のパッションを心のままに解放しステージを沸かせるだけの簡単なお仕事。いや、仕事とか言われても。悪いが俺たちにそんな暇はない。ご心配には及びません。現実の皆様は今絶賛爆睡中でございます。ここで起こることは全て一夜限りで儚く消える、いわば歌方の夢。どれだけお過ごしになっても現実にはどこかの毛ほどの影響もございません。どこかの、夢の中だからどれだけいても時間は経たないってことですか？パーフェクティブ採用でございます。また現実で目覚めればたちまちここでの記憶はどこへやら。皆様は綺麗さっぱり、頭しゃっきり、普段と変わらぬ爽やかな朝を迎えられることでしょう。存分にお楽しみくださいませ。お楽しみくださいって、想像以上にマイペースだなこの人は。なぜ我々が踊らねばならない？訳を聞かせてくれ。訳でございますか？はて、それは、皆様は普段大変険しい道のりを行く旅の途中、さぞや張り詰めた日々をお送りかと存じます。僭越ながら私、せめてもの息抜きと来るべき日への勢いをつけていただければと、このような場をご用意させていただきました。こんな感じでいかがでしょう？すごいね、まとめたね。絶対今考えましたよね。皆様にお引き受けいただけなくては他に頼めるあてもなく、不祥極まる妹に一泡吹かすことは永遠にかなわずに、私の威厳はそれはもうずるずると地を這いずること間違いなし。妹？お気になさらないでください。それは私的な事情でございました。とにかく私、この方の旅路を陰ながら必死にお支えしてきたつもりでしたが、にもかかわらずこんなお願いも引き受けいただけませんとは。ですが、それも全ては私の不徳のいたすところ。悲しみはこの部屋の青色よりもさらに深く。おい、泣いちゃったじゃんよ。泣いちゃったね。どう見ても嘘泣きでありますが。情に訴えるつもりか？絶望的なまでに稚拙だが。どうすんの？実際君ってこの人のお世話になってるんだよね。もうお世話になりすぎてね、もう前書も全部埋めたからね。なってる、なってなくもない、なってる。恩人か、なら放っておくわけにもいかないな。どうするんだ？俺は構わんぞ。僕も構いません。別に嫌ってわけでもないし。え、何よ、意外とみんな乗り気なわけ？皆さんご承諾いただけましたね。客人に二言はあらず、これにて契約は成立でございます。それでは皆様には心赴くままパッションなる舞踏を披露していただきたくお願いいたします。やっぱりね、急にテンション上がりすぎでしょ。私 OK って言ってない。
そもそも我々にはダンスの技術などないぞ。そこはどうするんだ。 No problem。 抜かりはございません。このクラブベルベットは皆様の夢の中にのみ存在する不思議空間。皆様のパッションをダンスへと昇華させ、イメージ通りに体を動かせるようにすることなど、お茶の子さいさいでございます。やれやれ、完全に彼女のペースだな。我々は術中にはまったというわけか。俺っちは構わねえっすよ。なんか面白そうだし、要は踊って盛り上げりゃいいんすよね。あ、こいつは失礼。私としたことが申し遅れておりました。今回皆様をご案内、あ、いえ、プロデュースさせていただくのはこの私、その名をエリザベス、通称エリピーとお呼びください。サベスさんですね。エリピーですね。エリピーいいね。もう何でもいいですよ。それで僕らはどうすればいいんです？具体的にお願いします。エリピーさん。では、チャンアマ様のおっしゃる通り、チャンアマ様をしてまいりました。ここからは巻きで説明させていただきます。いや、言ってないし、業界用語無理やりすぎ。細かいことは華麗にスルーいたしまして、このクラブベルベットについてご説明いたします。まずは皆様のいらっしゃるこの部屋、こちらは皆様専用の VIP ルームとなります。舞踏の練習やご歓談など自由にご利用ください。ここで踊るんじゃないんだ。実際に踊っていただくダンス用のフロアはこのVIPルームを出た先にございます。こちらはダンサーの皆様の心に残る光景を適度に再現しステージといたしました。適度ですか？この人が言うと怖いな。それと皆様にはお一人一部屋ずつ、こことは別に控え室をご用意しております。お、マジ？何その超豪華対応。控え室として最高のリラクゼーション効果を発揮すべく、皆様が日常をお過ごしの自室を模したお部屋をご用意させていただきました。後ほど鍵をお渡しいたしますので、出番までのっぺりと、いえ、しっぽりと、いや、おしぼり、とにかくそんな感じでお過ごしくださいませ。自室というと寮の部屋か。ありがたい。トレーニングは欠かさずに済みそうだな。先輩、適応力高すぎ。てか夢の中でトレーニングしてどうすんのよ。赤別先輩、夢の中でもトレーニングしようとしてる。それでは改めまして、ダンサーチームのリーダーとして宴開始の号令をお願いいたします。まず自分が分かった、終わりました。え、何？ここでもお前リーダーなの？いいんじゃないか、君が適任だろう。一つ頼もうか。分かった、準備はいい、どうでもいい。イエーイ、イッツパーティータイム、ミュージックスタート。ふぅ自分で言っちゃってるし。やってみるしかねえんじゃん。ちなみに俺っちはいつでも行けるぜ。はあ、よくわかんないけど。エリピー飛ばしすぎでしょ。いい、指示は任せたから。仲間と共にエリザベスの言う宴に参加することになった。何はともあれ踊ってみようか。さあ、ということでコスチューム、宴、ステージ衣装セットを入手しました。ダンスゲームを楽しむダンシングやキャラクターとの会話イベントを楽しむコミなど、さまざまなモードをプレイできます。この辺も細かく設定できるんだね、すごいね。よし、ではやりますか。
なんか衣装閲覧だったりって感じか。よし、では今度塞ぎましょう。ダンシングは難易度と楽曲を自由に選択してダンスゲームをプレイするモードです。プレイすることで新たな楽曲が追加されたり、ゲーム内の様々な要素が解禁されていきます。あー、順番入れ替えってことか。まずは行きますか。もうね、めちゃめちゃ聞き馴染みのある曲ですよね。とりあえずちょっと最初なんでノーマルで行こうかな。で、衣装変更もできるんだよね。この辺もね、進めていきたいですね。よし、では行きましょう。おお、ミツル先輩か、いいね。で、タルタロスの本当に入り口というかエントランスですよね。ここっていいな。まずは軽くね。さて、また驚かせてくれるのだろう。バレちゃった。行く。どう？いいね。最高！よし。どう？いいね。どう？いいね。よし。すごく乗れてる。はい、いいリズムですね。うんうん。いいね。よし。すごいすごい。よって。うんうん。どう？グッドであります。まったくだ。グッドだ。うんうん。よし。よっと。うんうん、いいね。どう？うんうん、よっと。どう？よし。いいね。よし。いいね。どう？いいね。もっと。よし。よっと。どう？Stage clear. うまくいってよかった。一安心だ。クリア達成だね。
これからもステップアップしていこう。まあ、とりあえずクリアできたけどって感じですかね。ちょっとねやっぱ久しぶりだとねボタンの配置が結構難しいな。改めてちょっとそれを感じております。この辺はちょっと慣れていきます、徐々に。でね、サポートもねかなり大事なんでこの辺いじりたいですね。この辺いじってたような気がするので5の時。さあでは続きましていきますか。ニファリッチかなキャラクターは。オッケー、任せて。よしでは行きましょう。おお、順平か。コロニアモールかな。気合入れてくからね。まずはウォーミングアップね。上げてこうぜ。え、待って、やっちゃった。パーフェクトかよ。尊敬するぜ、ゆかりっち。ありがとうございます。よー、やったー。よかったー。嬉しい。まあ、ちょっとサポートはね、使ったものの、かなり楽になりましたね、これだけで。
さあということで、コミュ解禁も出てるね。今コミュモード移動することができます。ダンスゲームなどで特定の条件を達成するとコミュイベントが解禁されていきます。解禁の条件はコミュ内のイベント選択画面から確認できます。三角ボタンでイベント選択画面にジャンプできます。ちょっとコミュ行きましょうか。さあということで、コミュのページです。コミュはゲームに登場するキャラクターたちとの会話イベントを鑑賞するモードです。あー、条件書いてあるんだね。これ助かりますね。コスチューム関連なんだ、ゆかりっちで、おそらく出たのは順平の1。順平はアクセサリー系。赤ベスト先輩は、コンボ数の累計数か。まあ、やってたら多分この辺は大丈夫かな。もうとにかく、曲をこなしていくというか。で、ミスル先輩はチャレンジ。チャレンジの項目か。風花ちゃん。風花ちゃんは、まあ、純粋に、楽曲のプレイ回数か。アイギス。アイギスは、ノートのパーフェクトの評価、1000回達成。まあ、2曲やった時点で 47% まで来てるので、まあ、これも、こなしていけば埋まるかな。アマダちゃん。楽曲をブリリアント以上で5回クリア。そうか。まあ、多分今のぐらいをやるのかな。その2曲目で出したぐらいのスコアというか。ザベスさん。ザベスさんはコミュのイベントを見ていけば見られるようになるって感じか。宴の始まりっていうのは最初に見たやつですかね。ちょっと見てみていい？あ、ぽいですね。起きた。ねえ、大丈夫？さあ、では順平見ましょうか。せっかくなので、スター誕生。順平に声をかけられた。へか、すごくね。頭で思った通りに踊れるってマジじゃん。そうね、ね、ゆかりっちもさ、ミスル先輩も順平もかっこよかったですよね。もちろん主人公もだけど。いやー、妄想なら負ける気しねえ。こりゃ俺っちの時代到来。スター伊織順平、彗星のようにデビュー。妄想力強い順だろうな。なのかもしれないよな、この夢の中においては。スターなの？楽しそうだね。楽しそうだね。おう、遊ぼうよ。せっかくなんだし、ノリよく行こうぜ。だって夢だろ？現実に影響ないってんなら、弾けた方がお得感高くね？確かに。ほらさ、最近いろいろ考えんじゃん。これから先のこととか。ずっとピリピリしてんのもあれだし、みんなにもいい機会だと思ってさ。こういう時張り切るのが俺っちじゃなくてどうすんのよ。確かにそうだ、成長したな。だろ、俺だって何も考えずにバカやろうってんじゃないわけ。協力してガンガン盛り上げようぜ。お前とならできる。もたもたしてっと俺が全部持ってっちまうぞ。順平のやる気を感じる。さーて、いつでも行けるようにイメトレやっちゃいますか。自分がステージ上がったとこをイメージしてると、そういやさ、エリピーって綺麗だよな。年上の魅力っつうか色気っつうか、どっかであった気がすんだよな。もしかして運命の再会ってやつ。そうだね、そうかな、そうだね。スタートプロデューサーの禁断の恋あると思います。いや、いかんいかん、俺には心に決めた人が。どうやら長くなりそう。妄想にふける順平を置いて部屋に帰った。帰っちゃった、帰っちゃったよ。俺帰っちゃったんだが。さあということで、アクセサリーヘッドホン4色セットを入手しました。
コミイベントを鑑賞すると新たな衣装を入手したり、ゲームをさらに楽しむための様子が解禁されていきます。出たら積極的に見てた方がいいですね。まあとりあえずこのシリーズのまあ一個の目的としては、コミ全部マックスにすることをとしようかなと現段階では考えてます。確かね、5の時も全コミマックスまでやったと思うので、まあ3もね同様そんな感じでやれたらなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。